はメジャーリーグの球場というのは、あの試合というのは日本に比べると安さがりものだったんだけども、都道府県全部としてる47億円安い安い指定管理入れてペイペイで大木田中スアスリートチャンネル月4億円ですよ、月4億円ですよ。大木さん、もうそしたら仕事辞めて、はい、もう2人で南の島に移住しません、はい、60億、うん、いや、というのもね、やっぱあの今メジャーリーグで超一流プレイヤーというのはあの3000万ドル、つまり日本円で43億円ぐらいですね、もらう価値があるっていうか、そのぐらいの評価なんですよ。超一流がそのラインってことですね。そうそう、で今シーズンメジャーリーグ全体で年俸3000万ドル以上が16人いて、そうなんですか。で2000万ドル以上が51人いるんですよ。51人、うん、2000万ドルって、まあ、年俸30億ぐらいが、そうそう、はい、51人でメジャーで一流プレイヤーと言われる選手はピッチャーでもバッターでも大体もう2000万ドルから3000万ドルもらってるんです。だから大谷の場合にはもうピッチャーでもバッターでも超一流ですから、もうそれぞれでもう最低でも2500万ドルずつぐらいのもらう価値があるし、合わせて合計すれば5000万ドル、はい、5000万ドル、まあ、確かに大谷選手の場合はピッチャーとバッターやってますよね、はい。でまあ、平均でまあ一流選手はまあ2000万ドルか3000万ドルもらえるということは、じゃあその合算でいいということですか。そういうこと、そういうこと、はい。ちょっと割引でもないですかね20% オフみたいな球団払い切れないから、え、じゃあそこの手数料が、いやだからあの多分ね、もう大谷の場合にはもうピッチャーとして3000万ドル、バッターとしても3000万ドルぐらいの価値があって、本来であれば足して6000万ドルぐらいの価値はあるはずなんですよ。でもそのあたりをまあ5000万ドルぐらいでっていう感じだと思うんだけども、安いんですか。うん、いやだからまあ、今シーズン終了後に FA 権を取るでしょ、はい、そうすると、まあ、最近アメリカのスポーツ専門局の ESPN がメジャーの球団幹部にアンケートを取ったんですよ、はい、だいたいその平均すると11年契約で総額で6億500万ドル、日本にすると約818億円818億円、本田さん1億ぐらいください1億どころじゃない、もう18億ぐらい欲しいぐらいですよね税金対策で僕に使ってください、すごい、じゃあ、これ、まあね、あのスタッフも言ってますけど、その818億円とか、まあ、今年の43億円の年俸っていうのはどこで回収できるんですか。あ、それでね、今メジャーリーグというのは年々総収入が上がってきてるんですよ。すごいの。で例えば去年あたりはメジャーの総収入が1兆超えてるんですか。4700億円あるんですよ。国家予算ですね。だそれなぜかというと、観客動員数は、はい、減ってるんですね。減ってますよね。しかしながらテレビの放映権料と広告収入によってどんどん上がってるんです、うん、なるほど。でメジャーの場合は席数減らすけれども席の、うん、まあ、単価を上げたりしますもんね。そうなんですよ、うん、リッチにしてるってことですね、はい、だ昔はメジャーリーグの 球場っていうのはあの試合というのは日本に比べると安さがりものだったんだけども、はい、安い入場料で見られるっていう、うん、でも今はそうでもないんですよ。もちろん安い席は抑えてるんだけど、でもネット裏とか一部の席を高くして、で全体的な収入を上げてるんですよね。なるほど、なるほどね。値上げでございますね。はでもお金を持ってる方が使うわけですよね。はい。いや、じゃあ、ね、次回は移籍するかどうかって話を福島さんに聞きたいと思いますけど、まあ、場合によってはビッグチームに行くと本当に818億円とかで見えてくるってことですか。はい、まあ、十分818億円、日本球団買えるじゃないですか。買えますよ下手したら2球団ぐらい買えるんじゃないですか。払っあ、いいよ、やっとくよ自由に抱えるよみたいな。監督社長と運営ちょっとやってて確か日本プロ野球で一番多いのソフトバンクですよ ね。ソフトバンクのだからチーム全体の年俸総額以上ですよ。そうですよね、あら、まあだからこう解説者としては比べるものがないんですよ。だから難しいんですよ。大谷選手すごいですねって言われても、うん、もすごいよ、みんな分かりますよねみたいな、はい、まあ、言ったらなんか例えが分かんないですよ ね。だから本当に赤ちゃんと大人みたいな感じですよそんぐらい差がある分かりやすいんですよ、もう何もできないみたいな、はい、バブーバブーやって、はい、大谷がカーン打ってるみたいな、
あ、すごいみたいな。こっちハイハイしてるという状況です。あ、何が起きたのみたいな。ビンちゃんもそうです。バーンって投げて、あ、レトライだと思うんですけど、冗談とか言うんですか。え、何が起こったみたいな。赤ちゃん状態ですよ。いや、そうですか。じゃあ、来年は年俸60億、総額800億みたいな、見えてくるってことですね。うん、だから本当にあの、だからですね、だから11年で、818億円で客したとすれば年平均で81億円ぐらいか。だからそうなれば本当にあの日本のプロ野球で一番年俸総額が高いソフトバンクが62億円ぐらいのはずだから、余裕で上回るわけですよ。オッケーオッケー、ペイペイペイですよ。ペイペイしますよ。ペイペイで61億払うってすごい。やりすぎ。ペイペイ61億円ですよ。あの1億以上ペイペイ使ってなんかペイペイオッケーみたいな、ちょっと大谷枠みたいな、ペイペイオッケーみたいな、オッケーグーグルみたいな、喋ってくれるみたいな。ダニ君、プラス、はい、広告費が入ってないんですか、それって。いや、だから、そうなんですよ。大谷翔平選手の場合はいろんな CM 出てますから。で、選手としての価値が800ってことですね。そう、だからあの今年だってね、あの年俸が3000万ドルだけども、それ以外の収入が3500万ドルぐらいあるって言われてるんですよ。40億を超えるという。そうそう、だから合計で6500万ドルか。うん、ってことは、じゃあ来年年俸の年収か、100億超えますね。この場合いくと超えるってことですか。うん、ちょっとあの今回エスコンフィード600億だったじゃないですか。ちょっと大谷選手にお願いしたいのは、僕この日本にいろんな野球場いっぱい作ってほしいんですよ。あ、僕仮にお金がめっちゃあったら、はい、地元には絶対作りたいと思ったんですよ。で今の僕の夢が球場を作りたいんですよ。そうですか。斉藤佑樹君も言ってますもんね。野球やる環境ないんで。意外とないですか。ないです。公式を使うと解けないです。公園でボール投げちゃいけませんみたいな、うん、大谷フィールドができる可能性が岩手とか絶対ありますよね。ありますね。絶対作れないですか。今まで日本プロ野球界にある地域に全部作ってほしい、うん、だって1億2億で多分作れるとこあるじゃないですか。そうですね。もうなんか都道府県全部行ってほしい。47億円、ね、安い安い指定管理入れてペイペイでやる。まあ、ソフトバンク嬉しいですよ。ペイペイで出られてくる。今までどんな経済界の大物でも年収100億って、年収100億とか聞いたことなくないですか。ないないです、うん、しかもあれ人件費かかってないですからね。前澤さんでも100億は全部利益ですからね。まあ、でこういう雰囲気になりますよね。うん、この辺りで皆さんさせていただければと思います。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。